どうも山ちゃんです。2023年1月24日発売フォースポークン、こちらのゲームをね PS5 版で遊んできます。よしやるか。体験版やってね面白かったんでね、じゃあ遊んでこう。で開発がスクエアエニックスで、新規 AAA タイトルで、ほんと一からね会社を立ち上げたらしいんで、なんでね、ほんと続編が何もないんで、ストーリーが気になる、スクエニだから。で、開発が FF15 を開発してたスタッフのメンバーたちがね、作ってたということで、遊んでくぞ。ニューゲーム。かっこいいな、このバーン行く感じ。あの、BGM もね、マジでかっこいい。ゲームの難易度を選択してください。どの設定を選択してもストーリーには影響しません。またイベント中や戦闘を除いていつでもセッティングから変えると。イエーイ。ストーリー重視、簡単。まあこれがハードかな。アクションバトル重視、これアクションバトル重視でいこう。パフォーマンス優先、これでいこう。いつでも設定変えれるからね。デラオシャレ。あ、人にはみんな守りたいものがある。ニューヨーク。愛する人たちや家族、自分の信念や祖国、うん、それはその人にとって絶対譲れないものなんだと思う。守るためには戦わなくてはいけないことも今ならわかる。でも以前の私は逃げ回ってばかり。アルフレイ・ホーランド。自分すら守れなかった。ホーランド、かわいいね。なんかディビジョン感もあるけどね。12月22日ニューヨーク裁判所。ハード判事によるニューヨーク対アルフレイ・ホーランドの審理を始める。被告人は窃盗罪で起訴。やってんな。弁明は無実を主張する。なるほど。手錠を外して。では審理を始める前に、あなたのこれまでの行いをいくつかおさらいしましょうか。左の書類を確認する。選択式なの。ハドソンピア高校の卒業証明書。こんなの久々に見たよ。小さい頃の。中央の書類を確認しよう。前科家宅侵入、窃盗罪、逮捕現場からの逃亡。ああはいはい。主人公こういう生い立ちですか。下手な取り方だね。犯罪者からスタートの。右の書類。ああ、かわいい。記事の見出し、ホーランドトンネルで見つけた赤ん坊。随分昔の記事持ってたね。ああ、事故で。なぜそんなことしたの？窃盗なんか。本当に必要あった。目的があって、お金が必要だったの。それだけ。あなたはまず、自分自身の行動に責任を持ちなさい。常習類違反法は聞いたことある？三審法とも呼ばれてる。待って、私は誰も傷つけてない。自分以外は。窃盗罪の前科が2度ある。今回の件を合わせると3度目よ。長い間刑に服すことになるわ。あなたにはたくさんの才能がある。人生をいい方向に変えられる。明るい未来が待ってるって。怒りと憎しみに満ちていて、ろくな人間にならないって言おうとしたの。真実でしょ。でもクリスマスでもあるし、あなたに早めのプレゼントをあげるわ。無駄にしないようにね。仮釈放。120時間の社会奉仕活動を条件に釈放してあげる。ありがとう。後悔させない。次に法廷で会ったらこうはいかないわよ。わかった。よろしい。言っていいわ。なんだろう、窃盗罪って軽犯罪だからあれなのかな。
前科はあるけどまだ若いし。フレイ、あと一つ、もうじき誕生日ね。あ、知ってんだ。今からでもその才能を人のために使って。今だったらまだ足を洗える、立ち直れるよね。チャプター1、出会い。字のね、入り方がめちゃくちゃかっこいい。午後4時。危なかったけど、あの判事のおかげで助かった。もうやめにしよう。だな。え？ねえ、ちょっと待って。落としたよ。あら、やだ。どうもありがとう。大丈夫。でも気をつけてね。助かったわ、本当に。メリークリスマス。あ、メリークリスマス。あ、猫や。ホーマーが待ってる。晩ご飯あげないと。ホーマーって言うんだ。フレイの日常。こんな感じ。こっから操作かな。目標とジャーナル。新たに目標が設定された。現在の目標を確認するにはジャーナルメニューを開きましょう。ジャーナル、タッチパッド。バード判事の言葉は正しいと思ったけど、そんな簡単に人って変われるものではないとも思った。でも次に捕まったら私の人生は間違いなく終わる。そうなる前にさっさとこの街を出ないと。まっすぐ家に帰ろう。街を出るっていうか、もうあれじゃない、足を洗った方がいいっしょ、完全に。お、すげえ。あ、グラフィックはめちゃくちゃいいっていうわけではないよね。セール 50% オフ。じゃあ街まで行こう。ダンタランタンタン。あ、すげえ。寒くて凍えそう。早く帰りたい。なんか街並みがすごいな。ちゃんとできてるわ。あ、これ以上はいけない。まっすぐ家に帰ろう。え強制的に暗転したんだか。うん、グラセフの街みたいやな。クリスマスで、ザ・ゴーストイン・ザ・ゴッズ。裁判所の世話にはもうなりたくない。ダラララララララ。ラあ、綺麗や、クリスマスツリー。アメリカではクリスマスが一番ね、大イベントだよね。あ、はい、じゃあね。スリだろ。あ、やば。フレイ、逃げられると思った？誰やこいつら。いや、リサだ。リサ？本当に？そっちがリサじゃ。クリッシーだ。でもあんたリサって顔じゃないよね。やべえよ。どこにある？今はないんだ。想定外のことが。車を盗んで捕まりたかったわけじゃないけど。ギャングだな。想定外は嫌いなんだ。これで後がないと思いな。今日はそれよく聞くよ。車を取り返せ。今すぐ。それが無理なんだ。押収されたし。なんであの車にこだわるの？お前の知ったことじゃない。ボスのギギンさんはかなりお怒りでね。だから取り返してもらわなきゃ、うちらの誰かが痛い目を見ることになる。私が選んでもいい？やばい。ふざけてる。お前の死体をこの路地に捨ててやることもできるんだ。そして誰も悲しまない。誰もね。わかった。わかったよ。伝えてくれる？ボスのチキンに。ギギン。クイギン？ギギン！わかった。そのグイゲゲゲゲン、いや、そのとにかく伝えて。ちょっと時間が欲しい。怖すぎるやろ。あ、その代わりにこれをあげるよ。うお。それ何してんじゃん。
拳銃持ってる相手にようやるね。お前のケツごと引きずり下ろしてこの手で痛めつけ、レンガを投げてきやがった。振動がすごいぞ。おー、運動神経いいな。へえかっけえ。ギャングから逃げろ。急いで移動しないとギャングに捕まってしまう。ダッシュや罰を利用して。オッケー、クソフレイ、逃げっぞ。ギャングから逃げろ。おい待て、フレイ。もう最初魔法とかなんもないね。おっと、大丈夫？マリー大丈夫か？クソ、行かなきゃ。こんなビビんねえよ。ちょっと少女が出ただけだろ。ほっ、ほい。そっちか。裏路地が安全。裏路地行こう。くたばれ。うまい。基本運動神経いいんだね。ちょっとしつこいな。魔法だけじゃないや。大通りに出たらうまく負けるかも。逃げっぞ。逃げろ逃げろ。あともう少し。ほっどこ行ったんだ。おい、お前見てたろ、どこ行った。必ず見つけるからな、絶対殺してやる。なんか因縁があるんだな、あいつらと。ホーマーが待ってるだろうな、自分の家。凍える前に家に入ろう。アパートの部屋に入る、うん、こんなとこから登っていくの日本じゃ考えられないわ。しかも鍵が開いてるっていう不用心。なんか隠れ家的な場所だね。ただいま。愛しの我が家。あー、クリスマスツリー。電光、システムチュートリアルアーカイブ。出会った人物が体験した事件、聞いた話などの情報はメインメニュー内に記録されます。記録された情報を確認するにはアーチブメニューを開きましょう。アーチブ開く。あ、こんな感じね。はあ、ははあ、フレイ、ヘレズ、ホーマーを探す。まあそういうことね。午後6時か。あれから2時間経ったんだな。なんか BGM がね、いい感じ。なんだこれ。ホーランドトンネル、赤ん坊の私はここで拾われた。だからホーランドなんだ。普通道端に赤ん坊を置き去りにする、うん、まあクイーンズミッドタウントンネルよりマシか。そんな名字最悪だし。親がいねえで。フレイのジュークボックスに曲が追加された。大好きなスニーカー。なんか曲もこだわりがありそうだね。かわいいな。一日中見てられるスニーカー。いやー、わかるわスニーカー。俺も好きだもんスニーカー。今インストール終わったんやけど。ヘンテコリンネとアリスは言いました。ウサギの穴を見つけて不思議の国に行けたらな。
なんかひどい暮らししてんだな。不思議の国のアリス。フレイの愛読書でもあるとある少女が奇妙な世界を旅するファンタジーの絵本。主人公アリスのようにフレイもいつの日かまだ見たことのない新しい世界を旅することを夢見ている。過去に里親か誰かに読み聞かせてもらったことがきっかけでこの絵本を好きになったと記憶しているが、それがいつの頃の話だったかは当の本には覚えていないということね。スニーカー、ニューヨーク流行のスポーツブランド性、まるで魔法を使っているかのように軽やかに走ることができる。あー、スニーカーに対する思いだけは別なんだね。こんな感じで書類がね見えるんで、あとは何があるかな。あ、なんかあった。キャットフード。これは嫌がるけど他にないし。ホーマーはどこなんだろう。ホーマーって言うんだ。猫、猫ちゃんどこだ。ん、これ全部現金。ようやくやり直せるね。長かったけど。絶対盗んだかなじゃん。エスケーブプラン。ああ、ダス計画。アーチブに項目が追加された。なんだこれ。ああ、お金を貯めるギギンの最後のクソ仕事。ホーマー用のキャリアと食べ物、バスのチケットがベンステーション。12月23、ここを出る。ああ、そういうことか。ギギンの仕事で金稼いでこれをとんずらしていくって感じなんだ主人公。この主人公ホーランドのさ、なんかモデルになった人見たんだけど、めっちゃ可愛いもんね、美人で。お。はい、ホーマー。おお、ホーマー。遅くなっちゃってごめんね。毛並みふさふさ。寂しかった？え？嬉しいけど、誕生日はまだ何日か先。正直自分でも忘れてた。最近忙しくてね。まあ、ほら、いろいろ。大事な用があったから裁判に出たり悪者退治したり。秘密だけど私人気者なの。本当だって。うまそうに食ってる。みんな私を耐える。こんな街さっさと出よう。ホーマー、殺やギャングもいないどこか遠くの場所に。新生活の資金も貯まったし。そうね、お前も住みやすい場所にしよう。きっと気に入るよ。そう、澄み切った綺麗な空気に青い空。これ以上追われることも捕まることもない場所。明日よ。あと一晩でこことも別れ。いやー、ひでえ家だな。めっちゃ寒そうだし。ようやくこの場所から離れられる。なんかいやいや悪いことやって金稼いでたんだ。なんか唯一のさ仲間がこのホーマーだけ。猫ちゃん。
え？なんだ火事？くそ！ホーマー！急いで逃げないと！やべえぞホーマー。まずホーマーを見つけないと。まずホーマーを見つけないと。ホーマー見つけよう。ホーマー見つけたいけど、なんか金にすごいびっくりマークあんだけど。ホーマー、どこにいるの？おいホーマー、どこだホーマー。いたいたいた。ホーマー、無事でよかった。すぐに逃げなきゃ、行こう。嘘、ダメ、そんな。ジムバッグを回収いけるか、これ。くそ、カバンが。窓から出よう。もう諦めるしかないのか。あいつらか。いや、あいつらかよ。見つけたぞ。では最後に、ヘルズキッチンの廃屋アパートで起きた火災の出火原因は放火であることが分かりました。幸い怪我人はいないようです。消防局は地元ギャングの仕業と見ており、犯人はまだ見つかっていません。金がなくなっちゃった。ごめんね。フレイ、どうしたの？ひどい顔ね。アレルギーは？え？猫の。猫は嫌い。いえ、猫は好きだけど。預けに来た。何買ったの？ウェットフードが好きなの。パテじゃなくてフレークの。寝床は温かくして膝にも乗せてあげて。お風呂も必要だけど嫌がるかも。フレイ、ねえ、どうなってるの？この子はホーマー、見てくれるって約束して。お願い。ありがとう。何をするつもり？正しいこと。復讐か。どうしたらいいかまだわからないけど、必ず迎えに来る。それまでこの子をお願い。フレイ、待って、困ってるなら助けになるわ。メリークリスマス。これでホーマーは大丈夫。私はどうしよう。こんな雪が降ってるのに薄着？こんなとこ登ってんの？やばいね。降り出しね。午前0時、12月25日。また一人の誕生日。イブだ。母親のせいだ。いや、ダメだ。しっかりしなきゃ。いつかホーマーを取り戻して、この町から。なんだあれ、妖精？え？
何？なんか妖精みたいなのいたな、ホーマー。あれは何だろう。ちょっと待ってよ。あ、猫ちゃん、ホーマー。うん。このギャングたちひでえやつらだな。まあちょっと行ってみよう。高い場所。階段から降りるのめっちゃ地道なんだけど。はしごで何これ、誰でもこんなとこ登れんの。なんだ、魔法の道具でもあるんか。すごく綺麗。腕輪を調べに行く、行こう。ダメだ、ここからは入れない。他に入り口は。上っぽいね。どう見ても誰もいないよね。うん。一体誰がここに置いてたの。いや、ほんとそれよ。なんかあった。うわ、すごい。チャプター版出会い。うん、ここまでのゲーム進行セーブしますか。セーブしていこう。あ、チャプター2だね。見知らぬ世界へ。ついに？急にマーク。やべえ。あの腕輪に何か能力があったんだね。なんかハリーポッターとか映画であるわ、こういう展開。最悪。あれは。あ、向こうの世界への扉が。え、ちょっと待って、止まって。ね、なんで止まって。そんな、あ、くそ、うっ、なんだよ。異世界転生でしたね。急に異世界だ。見知らぬ世界へ。異世界来たら最強になっちゃってたっていう展開だったのか、このゲームは。部屋の外に出る、出よう。ここはどこ？うん、